辞任事件真実あまり氏がポケットに入れたのを見た告発男性が証言。週刊誌であまり前大臣に現金を渡したと告発した男性が JNN の取材に応じ、大臣が50万円をポケットに入れたのを確かに見た、とテレビカメラの前で初めて証言しました。旧あまり前大臣の会見で、違っていると思ったことは、それは50万円の県建設会社元総務担当一色武氏、JNN の取材に応じたのは、千葉県の建設会社の総務担当者だった一色武氏です。一色氏はよりイコール都市再生機構との交渉を有利に進めるため、甘利氏本人に2度にわたって現金50万円ずつを渡し、甘利氏がスーツの内ポケットに現金入りの封筒を入れた、などと週刊文春で告発しました。これに対し甘利氏は、先週の会見で強く否定していました。秘書から紙袋の中にのし袋が入っていました、と報告があった。お客の前で、紙袋から現金の入った封筒を取り出し、スーツの内ポケットに入れるという行為が本当だとしたら、政治改善に人間としての品格を疑われる行為、甘利明前経済再生省、先週、この発言について、一色氏は取材に対し、こう反論しました。現実的に入れているのを見ています。私だけじゃないですから、平成25年の11月14日は、私以外に2人見ておりますから、甘利前大臣は、のし袋とおっしゃっていますけど、それは違います。一般の封筒に入れて、お渡ししているので、会見の説明は、違います。建設会社元総務担当一色武氏、また、一色氏は会話の内容を録音していましたが、政権与党などから出た、甘利氏を陥れる意図があったのでは、という見方については否定しました。録音とかメモというのは今から始まったことではなく、20年30年前からことがあると話が変わった時点で録音するようにしています。建設会社元総務担当一色武氏、一色氏は、自らについても、罪を犯したので裁かれても仕方がない、としています。民の声に続く。